こんにちは、えっちゃんです。ということで今日は抜き打ち財布の中身チェック。いやもう今さっきねカバンの中身チェックしたのよ、トルトロさんね、いろんなねそうしたんだけど、そう財布が気になりすぎて突然ですが財布の中身チェックをやっていきたいと思います。やる予定じゃなかったんですけど、これ財布って言い始めて財布です。汚いのよ、しかも今小学生の財布やん、なんか、うん、ちょっとさ開けてもらっていいですか、これ怖くて開けんのえ、なんかとんでもないもん、めっちゃ僕ほんとにガチで、いやいやいや小銭そんな入れ方することある？ある、まあ、小銭入れみたいなもん、これ全財産、全財産だからほらめっちゃあるでしょ、めっちゃあるでしょじゃないよ、やばい、あ、ここにあの千と千尋のさ、あってね、あいらねえよえ、本当にガチで、え、カードとか持ち歩かないの？カード持ってないです。でもなくすし、いいんじゃない、うん、こっちの方が。あ、確かになくしてるイメージある。リコかだけ持ってる。カード、一応。確かに、IC カード。IC カード。マジで以外はこれからスタート大丈夫か、ちょっと、じゃあ。心配だ。でもね、ひーちゃんはね、結構ね、まともな財布だと思ってるんですよ、私。あ、そうです、まともな財布ではあります、一応。はい。そうそう、なんかね、これ何回か見たことあって、でなんかね、そうそう、ちゃんと綺麗だし。でもカードが多めに入ってるのと、なんだろうこれ。おみくじ。これいつの？カードか、まあ、もう覚えてないですね。いつのかわかんないですけど、おみくじね。しかもこれさ、大吉、あ、小吉なんだね。でもなんかお守りがついてるやつあるじゃないですか。あ、なるほど、ね。なんかそれでこっちも多分。あ、おみくじってさ、そんな何個もさ、いっぱい入れとくもんだっけ？え、ダメですか？なんかこのすごいいいことありますよみたいな、こういうのがあるんですよ。なるほどね。あれ、そういえばさ、ひーちゃんさ、免許持ってたはず、フルポンで、珍しく免許証とか免許証チェックしたいんだよな、免許証チェック見たい、やばい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 、あった待って、いきます、ひーちゃんの免許証、こちら、うわーやばくない、誰誰誰、でも確かに黒横に並んだら分からんよ、覚えたじゃん、同じでも、あるんですよ、なんか免許の仮免みたいな時って、うん、免許センターでもなんか証明写真があるんですね、うん、でその時に、え、本当に彼女みたいな、なんかあなた一緒みたいな言われて、いや、なる、うん、え、マジでひーちゃん全然違うね、やだ恥ずかしい、めっちゃ可愛くなったね、本当ですか、うん、赤抜け具合半端ないね、めっちゃすごいですよ、やば、嬉しい、これ今日一すごい衝撃かもしれない、あ、じゃあもうこれどんどん使ってください、逆にね、逆にねよかった、見せてよかったです、ありがとうございます、じゃあマイマイ財布を飛び出てるけど、まあでも大事なものだけちゃんと入れて、そうそうですね、大事なものめっちゃ入れてます、あ、お金、あ、まずあれだと、お金が入っている、感動、今日初めてお札見た、やったー、はい、7000円ですかね、はい、ちゃんとお札が7000円入ってます、お金持ちだー、後でお願いします、あれね、テレフォンの中ではね、はい、お姉さん、じゃあお姉さんだもんね、なんかさ、なんかドリンク入ってなかった、ドリンクとなんか、あ、なんか猫のニャン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 してニャンニャンしたくて、あのさ、ゴムがさ、種類違い2個入ってたの、あれやばい、種類によってはなんか種類によっては、種類によっては、確かにあのヘビーの皮入れるみたいな感じで、いろんなヘビーの皮入れた方がいいと思う、いや絶対、しかもさ、このね 0.03 って書いてある方はちょっと前から入ってたっぽくて、こっち割と最近入れられたような感じがある、あれあれあれちょっと、いや違う、あれですよ、26円なんていろいろありますね、いろいろあるんですね、いやでも今のところ現状ね、そうね、一番現金は入ってたけど、あの一番良くない、夜出歩いてほしくない、本当ですね、はい、ね、ちゃんとね、はい、帰り、まっすぐ帰るんだよ、帰ります、はい、まっすぐ、ありがとうございます、れいまちゃん、はい、こんにちは、はい、おはようございます、かわいいね、朝だ、まだ眠そう、はい、めっちゃ眠いっすよ今、はい、何をするんですか、呼び出したのは、他でもありますよね、はい、呼び出されました、え、今回もなんか
財布を出してくれ。財布ほら早く財布出せよ。そんなお金持ってないですよ。一番でもフルポンの中だったら金持ってそうだよ。持ってないガチで持ってない。2個2つです。2個あるの？2個ある。これカード用ね。それカード用。カードもちゃんとあの綺麗にあの整頓されてて必要最低限。そう、なんか予備用のクレカとアメックス、イエーイ、ちゃんとアメックスです。なんかママが福利厚生っていうの、うん、ちゃんとしてるからアメックスにしなさいって。育ちが良さそう。アメックスのカード持ってる子は育ちが良さそう。なんかその親がねちゃんとしてそうですね。ママありがとう。ちゃんとお札も入ってます。よかった。お札入ってる。お札入ってるけど、お札入ってる。3000円だ。ないよりはマシぐらいの。確かに。まあなんかギリ生きられるぐらい。ギリ、はい、で、はい、あの今まではあの見てきた子おみくじ入ってたんですけど、お札のパターン。え、そう、お札。え、なんでこれ、何のお札？なんか台湾で友達からこれ持ってたらなんか幽霊とか来ないよって。これは？それは台湾のお守り。そう、なんか見て、誤信って書いてある。これは？これ塩？それ塩。なんか怪しい、怪しい。え、塩。なんかさ、そういう感じ、あのそういうなんか取り憑かれてる、もしかして取り憑かれるのが怖いから。予防。え、これはでもガチで持ち歩いてます。おー、やばくない？あ、でもなんかこの前さ、このね学校ロケでさ肝試しとかしてる時もさ、あれお清めスプレーみたいなさ。え、そう、お清めスプレー。あれない。あ、今日持ってきてる。めちゃくちゃ怯えてるじゃん。見えない何かにめちゃくちゃ怯えてるじゃん。本当に怖い。いや、マジでそんなに。やばい。え、怖くないですか？逆に全然怖くない。どうなんだろう。いや、でもあのめちゃくちゃ綺麗にしてるからなんか悪いの寄りつかなさそうだよ。え、よかった、うん、じゃあ。はい、あの免許証とかあるかなと思ったけどないのですが、はい、これマイナンバーカードの写真ありました。めっちゃ可愛い。え、聞いてください、うん、ゴリ加工した。え、加工していけゴリ加工しちゃった。加工って、カラコンもしてる？カラコンしてなくて、アプリで目の何瞳孔の大きさを。え、それでいけんの？え、すごくない？めちゃくちゃ可愛い。大丈夫なんこれ。あ、でも裸眼ねみたいなね。裸眼だったら言われるぐらいだもんね。でも通るってことは平気なんでしょう。すご。まあ、誰かわかるしね。うん。うわー、なるほどね、すごい。え、今まで見た中で一番綺麗。え、嬉しい。フルポンの中で？フルポンの中で。やった。よかった。はい、これなら取り憑かれません。あ、よかった。ありがとうございます。ありがとうございました。お財布の中身チェックなんですけど、はい、リアラさん、これお財布だそうです。これお財布です。あ、パンチウサギ。なんかカバンが小さいの向かって、それでなんか入んないから。入んないから。え、でもしかもね、ちゃんとさ、ジップロックのお財布の割にはお守りっていうか何、おみくじとか入ってちゃんと財布さ、これパンチしてる。引いたやつ、この財布なんで。ね、しかもあれね、半吉っていう中途半端なのを入れてますね。持って帰ってくださいって朝食べて。あ、あれね、今日がいっぱい出る、浅草寺のは。いや、普通さ、ジップロックのやつ、小銭とレシートぐらいしか入れないのに、おみくじ入れるのは本気の財布。おみくじ入れた。でも、まだこれマシなの。これ財布っぽい。財布っぽいじゃん。あの、おかしいんだけど、おかしいんだけど財布っぽいじゃん。こっちも。さっき、カバンの中にチェックしてて、出して、出てきてびっくりしたんだけど、これ。このセレブのゴミに入れてる。なんか罰教習だったけど。確かに。罰教習で買ってる。いや、もう花セレブも嬉しいと思う。ここまで使ってもらえるの。ちょっと、いや、髪の毛ついてるんだけど。メリコイとかちょっと一本髪の毛ついてるんだけど。髪の毛がテーマに入ってるんだけど。いやいや。絶対ないよ。花セレブのね、この袋ももう捨てられるだけと思いきや、まだお前は使えるよと。そう。もう大丈夫だ。やっていけるよ。大活躍。大活躍してね、ユニバ、ユニバもこれで行ったのね。ユニバのこれで行ったの。うん、俺ユニバのやつだわ。でもユニバ全部ユニバ。ちゃんとあるから、ちゃんとしたお財布も。あ、そう、ちゃんとしたお財布もあるからね。入んないから。そうそうそう、パンパンでね。いや、こっちも隠しちゃう。必要な、これ大事なの領収書なんだよ。いや、これはでもね、いつかのためにと思って撮ってるんだけどね、いつか、そのいつかがなかなか来なくて。小銭、絶対こっちにちょっと入りきらんから、これって始まってるじゃん。でもこれも落ちそう、小銭。これめっちゃ高くないやん。これおすすめです、すごい。いや、絶対嫌だ。めっちゃおすすめです。
全部色入ってたよね。まあでも財布が多分ね、ちゃんとね、はい、清楚になってるか見させていただきます。そうなんです。やばい。2個大きいの。なんで2個あんの？カバーとか入れて、せっかくさ、ちっちゃくまとめてんのに2個あんの？覚える意味ない。長さ入れとかやったら、じゃあ札入れるとかなしって、これ茶色の方が。一応でもね、2人とも可愛いし、綺麗なゼロッピーの茶色。はい、整理整頓されてます。お札もちゃんと入ってるね。全部1000円だけど、7000円ぐらい入る。おい、ちゃんと
あ、確かによかった、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 アップデートしたー、アップデートしたー、別にダメじゃないんだけどさ、ダメじゃないんだけど、あ、でもなんか確かにプリプラなんかわかんないけど似てるっちゃ似てるかもしれない、本当にかっこいいからね、そうなんだよね、すごい大きいし、なんかちょっとカップルっぽいかも、確かに、いいでしょう、はい、よかった、おもろい、おもろい写真が見れました、いっぱいありましたね、そうね、カードを薄い薄いっす、結構はい、してます、チャンキリ意外と綺麗説、あ、なんか使い込んではいるんだけど、はい、綺麗説がある、はい、なんか見ます、寸法のカードが入ってるぐらいかな、はい、あ、免許証、あ、ふっくや、見て、あ、あ、あ、ちょっと待って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 、誰ごめんなさい、映せない、映せないですけど、映せないですけど、なんかおはぎちゃんがね、うちのおはぎちゃんです、あの片身やだ、思い出して、結構おもろくないですか、顔顔結構おもろいですか、おもろかわ、これ見せていいんですか、顔、あ、全然全然、あ、全然、じゃあここら辺にね、見せますね、これ、これいきなり出てきたらさすがに見つかれへんじゃん、拾った免許証入れてんのかなって思ってしかも結構決まってるっていう一応、え、さっき免許を決まってるって思ったえ、おじいね、おじいっす、結構ガチおじいっす、似てます、私結構似てると思う、ちょっと似てる、似てますよね、目かわいいね、おじい、おじい結構かわいい、おじい目かわいいな、うわー、後ろすごい、男って生まれちまったかな、いや、私たちはやっぱあるよ、いいくらいない、なんかさっき聞いたら、はい、リアラとね、最近買い物行ったみたいに言ってたけど、あ、あれ行ったかな、今結構いっぱいお金入ってるか、はい、はい、3万円くらい入ってます、今までで一番最高金額です、ちょっと今までで、はい、あのクルポンステミレイツペンをコップでできまして最高額です、3万最高額です、結構決まってる、決まってる、お札ゼロ枚です、めっちゃいた、はい、っていうことで、はい、稼げるようになりたいな、はい、意外と綺麗で安心しました、ありがとうございます、おじい、おじい、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、モンチ、はい、いやもうね、疲れたね、うん、今日、運動する企画ばっか続いてて、そうです、もうずっと走ってた、4本ぐらい、4本取ったのかね、今4本ぐらいですが、はい、休憩がてら財布チェック、いやパンパン、いや、エッチャーさんの隣に座らせていただいてるんですよ、休憩がてらそう、なんかタイミングなくてさ、いつ見ようかなと思ったら今いたんで、今急にやから本当に、うん、何も入ってないです、なんかカバンか財布見せてって言ったら、カバンはお菓子しか入ってないんですよって、お菓子もう全部出てたまだ入ってるんですよ、え、何これ、これね、この間大剣行ってね、うん、真っ黒黒つけて真っ白白つけ取れたんですよそれ財布に入れたくないよ、まあ、可愛くないですか、いや財布邪魔ですよ絶対、可愛いんですよ絶対、入れるとこ間違ってるし、なんかもうちょっと汚れてない、そうです、これなんか焦げたんですよ、入れた、なんか焦げちゃったんですよ、怖いんだけど、いや可愛いですよ、なんか、まあ、可愛いって言っていいのか分かんない、汚いって言っていいのかな、ご利益がありそうで、ちら、え、2個ある、これ前のやつこうやって使い終わった後穴開けてもらうんですよ、うんうん、で、え、免許証に穴開いたと思って、えすごいと思って、知らなかったの、知らなかった、初めての免許更新やったから、あ、知らなくて、で、これが更新された、新しい方、全然違う、え、ちょっと見せていい、これめっちゃ恥ずかしい、両方別にいいじゃん、これ悪いですよね、多分、あ、でも若いよね、この黒髪の時、そうですね、大学1年で撮ってるやつですね、うん、10代って感じ、ちゃんと、で、そっからさ、どうしたいんだっけ、なんか、銀座の夜食に行ったみたいないや、これは聞いてください、本当にあの忙しくさせていただいてた時に、うん、はいはい、免許更新が来て、住民票も移動してなかったから、はいはい、急いでたんですよ、なるほどね、で、髪の毛染めに行く暇もなくて、はいはい、髪の毛もすごい汚い色で、みたいな、はい、いや、もういい、もういい、もう終わりです、もうダメ、はい、あ、なるほどね、それ取っといたんだ、はい、あ、でもね、整理整頓されてるし、ね、はい、
お札はない。えお札すっからかん。いや本当にお金なくて入ってない。だから最近も本当にご飯も食べてない。あの外に食べに行ったんですよ。だからお菓子ばっか食べてるの。お菓子安いんですよ。100円で食べる。モンジュにお金を誰かあげて。ありがとう。ちょっと財布チェックの方もいいですかね。これは、はい、財布警察です。まあ、たまにもパッと見た感じ財布っぽいのなかったのよ。これ財布です。あ、これこれ財布です。ちっちゃくない。これこれ財布です。これ財布。え、待って、あの財布の中身チェック。奇跡。え、財布の中身チェックするよって告知しないとこんなもの出てくる。いや、でももう財布です。財布です。これ結構ずっと使ってます。やっぱり財布です。一旦こっちはなんか入れ物っぽい感じでね。はい、こっちね。はい、多分財布として売ってなかったやつ。いや、でも名刺です。名刺です。高評価よろしくお願いします。